はい。それではですね、パトベヨーコさん、よろしくお願いいたします。かぶくん、こんにちは。明日、6月23日から、ファンタジーオーワイス神戸公演ですね。行かれる方、楽しんできてください。私は、新潟公演の反動で、CS もテレ朝しか入ってないし、ライブビューイングも行かないので、皆さんの大楽のレポを待っています。いつも大楽は、何かサプライズがあるよね。 楽しみですね。僕もちょっとコメントで、皆さんの、えー、コメントで楽しんでいきたいと思います。ツイッターも時々見てますので、まあツイッターとかでも情報とか動画で確認したが、ね、いろいろと見ていきたいと思います。うん。はい、そして、かぶくん、連投失礼します。 ツイッターでステンスケーターがカーテンの裏で、新潟公演終わった直後は、新潟公演ありがとうございました的な動画が上がっていて、羽生結弦選手のありがとうございました。ゴールで待ってますが、かわいい。ほらさんの声がでかい。うん。あ、そういうことあるんですね。なるほど。うん。新潟公演ありがとうございました的な動画が上がっている。 うん、これ、神戸、いいですね。これで、ね、小田さんの声がでかかったらしいですね。これはツイッターで上がってるらしいです。ちょっと見てみたいと思います。はい、ちょっとお待ちくださいね。突き取りな。はい、えっ、ー、と、すみません、ちょっとね。はい。えー、藤村ウ子さん、よろしくお願いいたします。株舞伎君、お疲れ様です、えー。皆様の羽生選手、はい心温まりますね。うま子は1週間に1回はカナダクリケットチームのクールダウン。うん 羽生選手とジェイソン・ブラウン。チャジューファンの3人で突然始めたものなんですが、とても素敵なんです。えー、2020年4大陸の抽選会だったかな後半です。時間があったら見てみてくださいね。か、え、ぶ、ー、くん毎日。ありがとう。またね。これ多分僕見たことあるかもしれませんね。2020年4大陸の抽選会。なるほど。うん。なるほどですね。うん。 これ、皆さん見たことありますかね四大陸の抽選会抽選会抽選会、抽選会なるほど。ちょっと今度確認してみたいと思う。これ you、YouTube でしょうかねうん。クリケットの中でのクールダウンかなはい、えーと、はるえさんいらっしゃいました。このコメントなんですかねか、かききさはないずでした。ね、これは何かの暗,暗号ですかねうん。 えー、ノエル・立野さん、よろしくお願いします。カブくん、こんばんは。楽天で L を購入後もポストカードのみ、えー、買えるようなんで、注文をしたら、購入した分しかダメだと分かって、ショップに連絡したら、一冊はもともとポストカード付きだったようで、結局、計5冊購入してしまいました。うん。そういうことらしいですよ。で、フジテレビは、宇治テレビと言われてるくらい評判の悪いテレビ局ですということですね。ええー、ちょっとこれは、 なるほど普通テレビ局は外資が何パーセント以上入っていると、えー、電波停止処分が下されるんですが、えー、富士には20%パーセント以上の外資が入っているにかわらず、処分を受けていませんということですね。威勢の良かった頃、何かの抗議デモがあった際に、バカにしたように笑って窓からデモ隊を見ていたという話があります。そんなこともあり、富士はだいぶ前から反感を買われたといころです。ちょっとこれは、ちょっと、 ビクりですね。うん、今の長楽ぶりにざまあと思っている人たちも少なくありません。そんな人なですかなるほど。NHK をはじめとする各局は、反日の来日に、えー、在日に反,日反日の在日,在日に汚染されています。テレ東は違うかな。なので、すべての局の電波を停止して、えー、電波オークションをすべきとも言われています。 封じだったかな普通日韓で何かの試合をするときに、日本では日韓というところ、韓日と報道をした曲がありました。それくらい日本のテレビ力は汚染されています、えー。新聞だと朝日は完全に反日左翼。 えちょっと怖いですね、これねえ。毎日東京も半日です。保守派が読んでいるのは 3K く,くらいなもんです。朝日の出版系列は業績も悪くてえ、新聞は年々部数が減り、 うん、週刊朝日に至っては、迷子、イケメンを表紙に持ってくる名奏っぷりで、ついに実質上の廃盤となりました、えー。これには大喜びをした人たちはかなりいます。新聞社の系列のそれぞれのテレビ局は嫌われていますが、なぜか富士と三経だけは,は正反対な立ち位置ですということですね。えー、フィギュアファンにとってはテレ朝は、えー、誠実なのが謎なんですけれども、羽生ゆずるファンにとっては女性セブン通称ガセブンと 身、えー、新文春が、えー、羽生サグ記事を上げることで有名な週刊誌です。アンチとともに、敗者であることが決定、確定したようなものなのに、あ、確定したもののようなの,なのに、続けるんでしょうね。うん。えっ、ー、と、家庭画法も、手のひらを返して、えー、羽生選手を取り上げてきたんで、どんなに羽生結弦の記事を書こうが、絶対に買わないファンもいます。えー、それで、ね、婦人画法は、えー、羽生結弦に誠実な記事を書いてきたんで、ツイッターで、 羽生ー・ユズファンの皆さん、8月の婦人画報は、会ですと、うん、あ、あ、ね、大丈夫。婦人画報は,は、ハニー・ユズレ、か。8月の婦人画報は、会ですとツイートをした人がいたくらいです。うん、なるほど。フィギュアスケートマガジンが復活したことで、羽生選手に対して新しい対応をしてきた、山口さんの、 えー、あ山口さん山口さんか。山口さんの会議、えー、を喜んでいるファンもいます。うん。ねなるほどえ。決意表明以降、山口さんの姿がないと心配をしていたんで、えー、そういえば、えー、朝日新聞で長年、羽生選手を主催してきた記者がいて、えー、多分、その記者を羽生選手は信頼してるんじゃないかな。うんえー、新聞社にしても、テレビ局にしても、一枚岩では、一枚岩ではないでしょうから。うん。これ、あのー、 山口さんの件で、ね、僕もツイッターか、ツイッターやコメントで見たんですが、以前悩まれたんですよね、なんか。うん アンチでしたっけすれば。羽生くんにモデル業務やってほしいですね。今回 L でそれを証明をしてしまいましたから、羽生くんはどんな服を着ても似合うと言われますが、私が思うに似合うようにしてしまう才能があるということになりますね。うん。ごめんなさい。長くな、また長くなってしまいました。あの、羽生さんを撮影するカメラマンも、あの、羽生さんだとなんかその、なんか、 か、角度とかね、どこのポーズを写真撮っても、まあ、ほんとそうなってしまうっていう、なんか、錯覚というかなんか、そういった、あの、神の画角になっちゃうんでしょうかね。そういう気もしましたね。うん。ね、なんか、あの、逆にカメラマンがもう時間を忘れて、こう、パシャパシャ撮っちゃうんじゃないかなっていう気もちょっとしちゃうぐらいな、ね、イメージがあります。いや、でも前半の方の話、衝撃ですね。 いや、びっくり。あの、僕は全然ね、テレビ界あんま詳しくはないんですけども、ただちょっとこの辺のそのところを、ちょっとこれは知ってはいけない事実なのか、ちょっと思ってしまって、うん。はい、います。うん。っていう感じですよ僕はうん。なるほど。はい。えー、ハニープーさん、えー、朗報ですね。 羽生、えー、君、羽生選手とハイドさんがつながったということですよ。うん、これは何だ羽生ファンのツイートをハイドファンがえ引用リツイートして、それをハイドさんが引用リツイートし、それを羽生選手が引用リツイート、それにハイドさんが引用リツイートで返すというスペシャル展開。ああ、そういうことがあるんですね。うん なるほど。羽生選手は一滴も残らないくらいのスケートで回していただきますと返し。ハイドさんは、わー、羽生くんだ。みたいなと、可愛い,い返しという。すごいですね。なんというハッピーな世界。え結果的にお二人をつなげた最初の羽生ファンと、ハイドファンは嬉しいでしょうね。これ、羽生選手の公式の、オフィシャル公式の、ね、えツイッターでそういう感じ。ということは、羽生くんがやっぱ運営しているということですよね。ちょっと見てみたいと思います。これもまたすごい話ですね。うん。なるほど。 ここにいて、ハイドさんがね、つながるっていうね、面白い、ね、展開になってますけども。えー、ムイピーさん、よろしくお願いします。ファンタジオンワイス神戸、当日券販売発表されました。えー、各公演当日の10時から、皆さん頑張って。うん。えー、私は去年、うんえー、朝10時の当日券ポチポチ到達券を制し、えー、神戸初日を当てましたね。うん。先週、出入り口近くの、えー、両席で、 ハニューさんくんに大接近。この日はレゾンの初日でカーテンが開いてあの衣装を着て、えー、走って出てきた。ハニューくんをいち早く見たファンのうちの一人となりました、えー。だから皆さんにも頑張ってほしい。応援してます。いやってことは、まあ、この当日券でゲットしたチケット、しかもかなりいいチケットということだったんですね。うん、さあ諦めないでくださいね。あのこれが、えー、当日の10時からということですよ。うん はい。えー、風呂式からからさん、よろしくお願いいたします。えー、こんばんは。私はフジテレビが大好きです。なんだって、フジテレビ、フジテレビオンデマンドがなかったら生きていけない。確かに。 フジテレビオンデマンド、うんえー。フジテレビオンデマンドはフジの動画サイトです。えー、ローカル社営が始まるのに無観客、東日本は台湾より遠いし、えー、広島交通費半端ない、えー、そのくらい中途半端なら福岡の方がマシ、うん、ということでフジ様には足を向けて眠られ,眠れ,眠られません。えー、それで1ヶ月1000円、うん。J スポーさんでもやるけれど、オンデマンド1800円、えー。J スポー加入者割引なし。テレ朝動画 もう時期になると入りますが、まあいいお値段ですえ。フィギュアテレビはえ地上でやらないものをやるローカル中心だったけど、なぜユーズを出せないなあ出せないだったし。 でもみんなあそこでユーマ、シュン、カオの3人組を知って、ローカルから見て、成長を楽しみにしてたんだよね。という私は明日から神戸ファンタジオアヤスです。うんえー、ちなみに富士カオデモはデモをさせて、株価を下げて大儲けをした黒幕がいるっていう話ですということなんですね。これもちょっとあれですね。あれを煽ったのが今も羽生さんを支えているブログ主です。なんで羽生ファンなのにあの人に賛同するのかわかんないです。あー なるほどですねこれ、そういったこともあるのですね。そういう黒幕とかいるんですね。うん。いや、本当に皆さんお,お詳しい。なんか、うん。ねということらしいですよ。うん。えー、古杉唐川さんも言ったです。えー、こんばんは、かブくん。皆様。えー、これは子さんの好きを探している話ですので、ですし、えー、めんどくさい連中がいるんで、かブくん、サムネに出さない方がいい。あ、本当ですか。さっきの話ですね。この件、ね、了解しました。うん。で、 えっと、富士花王デモの話です、えー。富士の深夜番組で君のさんが出演していました。えー、定人の冠番組で実は花王は関係ありません。でも花王が君のさんを CM に起用するという噂が出てきて、出て、真央さんファンが発狂あ、なるほど、喧嘩の人たちに取り込まれ、ない取り込まれて、なぜか富士花王デモに発展しました。えー 当初はトヨタもターゲットだったようです。態度が悪かったと言っていますが、誰も音声を記録、録音していません。全く証拠がないままに、えー、デモに発展し,てしま,いました、えー。このおかげで、顔はスケート連盟のスポンサーから降り、うん 真央さんの顔の CM もなくなりました。そういうからくりだったんですね。そういえば顔って昔なんかね、あの、スケートを応援してる気がしたんですけども、でも途中でなんで顔になり、立ち入れになりました。うん。何しろ顔の番組だと思って突したところが P&G だったかり、かなり惨なデモだったんです。もう一つにも書きましたが、煽った人が、一人、え、煽った人の一人が、 〇〇王子と推奨した方です。えー、まおさんもこれでスポンサーを一つなくして大変だったと思います。えー、とのマオさんはその後富士から DVD を出してますということですね。あ、そういうことあったんですね。そんな裏側まで全然僕は気づかずに、ちょっと脳天気にフィギュアスケート見てましたね。うん。もう全くそういう裏側とか全く見てこなかったんで、そういうことあったんですね。うん。そういうからくりだったんですね。 なるほど。いや、ちょっと、これ、すごいっすね。うん。ね、あ、皆様、あ、そう、小宮様のコメントが、えー、っと、さっきの、えー、っと、返信あ、あ、こちらですね。見ていきましょう。うん。えー、皆様、よろしくお願いします。ハニープー様、アイコンが合ってますかいや、もう、これね、ハイド様と聞いたら、皆様を思い出すというのがあるんですが、ハイドが、ハニー君とすごいな。うん。いやね、ハイドは、普段は穏やかで、お茶目でユーモアがあり。ちょっと、ね、 エッジ発言も許せちゃうってね。うん。平和主義で。 あのね、普通の感覚を持ち続ける人、音楽にかなり熱心で家族思いが、ガーシーにさえ全く悪いところなしと言われて、うん、お飲み会でも変わらない、遊ばない、荒らし、素敵、うん、地に足がついてる、53、54歳には見えないし、若い、何しろ、羽生ドク、生まれる前からアルカンセルは歌っていたから、まさに来年のファンタジーにハイドが、私も見たいなと、うん、YouTube にハイドチャンネルがあるから、皆様、ぜひ見てみてくださいね。 羽生結弦君は何が好きな,好きなのかな気になりました。羽生選手は何が好きなんでしょうかねこれはちょっとね、気になりますね。なんか、なるく感性の曲ね、うん。で、まあ、今回ね、ファンタジオン・アイスでね、つながって、ね、で、来ましたので、えー、そしてこんばんは、三浦です。もしかしたら羽生君は、カブくんテレビを見て聞いてるのかななるほど。でも、その可能性もありますよね。 ねえ、私とナルカンセル大好きや、ハイドアイを、最近はかなり歌もコメントたくさん盛り込んだから届け、ナルカンセルアイは、 えー、も愛よりもり遡長いかから私はなんだか嬉しいなその可能性あるんだ。僕もね、ちょっとそれを感じてるんですよね。えー、違う精神も反応してほしかったな。中島美香ちゃんのつながりからハイドだからかな、うん。あ、その可能性もあるんでしょうかね。その可能性かな、やっぱりね。とにかくすごいな。フィギュア界にハイドがなんて、まおちゃんもよろしく。うん。ねいや、本当なんですよね。ちょっとね、そこら辺気になってるんですけどもね。うん ね、でももう俳優さんと聞いて、もう皆さんっていうの僕は1週間くらい、1週間かなね前にも出てきましたからね。うん。 はい、えー、ハニープー様、よろしくお願いします。皆様、なんかもう、ほんと可愛くて、幸福な気持ちになり、なるやりとりで、めちゃめちゃ癒されました。ハイドさんは、以前、ハニーくん可愛いって言ってくれたのを思い出して、もう私、燃え転んでました、ということですね。これ、いつ頃でしょうかね。ハルカンステイの曲で滑るとしたら、ハニーくんは、やっぱり、ハニー、あ、ハニーでしょうか。えー、仮装とかもいいな、ということですね。脳内コラボ相性を楽しんでいきます。うん、あんまり曲は知ま、知らないのですが、えー、儚い、綺麗な、えー きれいめなしっとり系も美しいお二人にぴったりなんで、皆、えー、様のおすすめの曲ありましたら教えてくださいませ。あ、ラルカンセルの曲じゃないですが、ハイヌさんとヨシキさんのレッドスワンも好きです。レッドスワンで滑る羽生さんも見てみたいです。あ、レッドスワンっていう曲があるんですね。これは赤い白鳥っていうのがあるんですね。あの、白鳥の湖っていう曲があるんですが、レッドスワンっていう赤いスワンっていう曲があるなんですね。これは、えー、素晴らしいですよ。うん。えー、皆様、 えー、羽生結弦君「かわいい」は「紅白」に出,たあ出てた時かかしら うん、アルカンセルはたくさん曲があり、私の人生で山あり谷あり、仕事やプライベートで悩んだり大変だったり、いろいろあった時は常に曲に励まされても一緒に年を重ねた、えー、大切なバンド。うん、ハニーもノリノリ良さそうですね。えー、こうね仮想は魅力的に怪しく花びらを真空を衣装にされたら良さそうですね。歌もハイドの怪しさを加え,加えられるから。茨の涙、茨の涙ですね。こちらは、うん。 えっと、スケールが少し大きいから、えー、コンサート映像を見たらイメージが出ますよということですね。茨の涙っていう曲からですね。ハイドが歌詞に、天がで炎をブワッと出たり、天が舞い降りていたずらに楽しむのさ、など、歌詞も上級でコンサートで盛り上がります。または鋼の、鋼の錬金術師の 映画のリンクは歌詞が羽生結弦君とファンの皆様と思い聞いたから泣けてくるかもたとえ遥か遠く離れ離れになってもつながり合ういたずら運命が降りかかろうとも壊れやしないなどはなんだかぴったりかも、うん、感想で飛んで飛んでとファンも会場で飛んだら会場が揺れるくらい盛り上がるかもあまり激しすぎるのは5連敗の皆様がびっくり倒され倒れそう倒れたらいけないから見せるタイプか ソフトノリのりくらいは良さそうですね。うん。え、瞳の中に言われたい歌詞がハートに刺さるからいいですよ。ということらしいですね。うん。はい。ということらしいんですけどもね。ハニープーさんたくさん挙げていただきありがとうございます。早速聞いていきます。では、ラルクの旅に行ってきます。うん。いろいろ来たくなってきました。今日は眠ら,れ眠られないかもしれないということですね。うん。いや、繋がってきましたね。ねえ。 あのえー、皆様、確かに良さそうですね。えー、キレれムの曲も似合いそう。ネオユニバースも良さそうですね、えー。昔、聖堂のコマーサルにも使われたり、熱愛、熱愛、熱毒にも使われたと。うん。 奇跡だとしても、あなたにめくりあえてよかった。ファンがそうそうとうなずく話でえネ、ネオユニバース。うん。で、ラルカンセルの出番にはまるかもですが、聴いてくるなんて優しい、嬉しい。コンサートもいろいろあるから、どれでも盛り上がったり、え髪型を、えー、ね、かちがったりとか、東京ドームは20周年や、30周年国立競技場がや歴史があるから、ハードなものがあるか少し大丈夫か、心配だけど、えー、楽しまれてくださいね。うん。 あなたはこちらも良さそうですよ。では、私はお風呂にと。うん。あなたっていう曲あるんでしょうかね。なるほど。うん。いろんな曲ありますね。で、私も聞いてきたそういえば、ダークで儚げなけ怪しさといえば、ファイナル。うん。確か映画リングゼロの、えー、曲をハイドが歌詞を、曲はベースのてっちゃんが出らしから出すまで、ちょっといいちょっといいですよ。うん。聞いて、聞かれてみたら、羽生君なら滑れそうだ皆さん、目が、耳が固まるかもってこといううですよ。うん。 はい。ということですね。羽生さんが、はい、ね、ラルカンセルの曲で滑ることが、ね、うん。まあ、どの曲で滑る、ね、似合うのかっていう話だったんですけども、うん。いや、まさこういう話がね、できる日が来るなんて、ちょっとね、びっくりですよね。うん。はい。えー、ゆめさん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。 明日からいよいよファンタジーオンワイス最後の神戸公演となりました。うん。あっという間ですね。先ほど小田さんが、えっと、動画を上げてくれていました。うん。関西ローカル版の番組が地上家であるようですよ。うん。ライブビーイング行こうか行かないかちょっと迷っています。行くなら新潟よりも富山や石川に行く方が近いです。なるほどですね。まだ前売りのチケットがありそうです。うーん、考え中ということですね。なるほど。うん。ねえ。 また家族とかもいろいろあるかと思うんですけども、いきますかね。うん。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、小田さんが動画上げてくれた。これだからね、さっきの、ね、内容もありましたけども、そういうことらしいですよ。うん。はい。 えー、アキコさん、よろしくお願いします。私は最近思うのですが、えー、スケレーは選手を大事にしたいんでしょうか特に、羽生さんを取り巻く状況を今までも、今も観察するとそう思います。あと、浅田真マオさんも、羽生さんの場合と告知しているというふうに感じます。うん。早く言えば、 えー、いじめと嫌がらせ、大の大人の集まりで組織が出来上がってるんですが、えー、自分たちの子供や孫のような年齢の選手によくもそんなことができるもんだと思います。普通の、えー、選手はを、えー、大事に成長を応援し、見守り、羽生さんや明日田さんのような滅多に出ない優れた選手を、えー、大事にするのがそういう組織じゃないですか。えー、この問題を放っておくと、今後も同じことが繰り返されるのではないでしょうか、とね、いうことですね。うん うんえー、そして皆様、を、oh! ハイドの当店のコンサートに中島美香ちゃん見に行かれたツーショットがということですよ。先日、7で盛り上がって、もう最高、羽生結弦さんも、ラルカンセル沼にはまるかも。羽、う、生、ん、結弦さんなら、あのダークな、儚げなな怪しい曲、ファイナル、フィナーレえ、あ、フィナーレか、フィナーレ滑ったらすごそうだ。うん、当時、映画リングのテーマソングに話題に、歌者はもちろんハイド、 作曲はベースの鉄ですよ。えー、リングってこれ、ホラー映画のテーマで、リングでしょうかね。えー、最初から、あ、リングってあれか。リングっていうのは、あれですかね。ロード・オブ・ザ・リングじゃないか。リングゼロ。リングゼロっていうのはなんなのこれはあるんですね。えー、最初から6日最後の終わり方まで、えー、その世界観が素晴らしい。茨の涙やリンク、ネオ・リーバース、あなた。 人の住人、ドライバースハイ、はい。何があるかしらあ、これちょっとここら辺が注目らしいですよ。うん。YouTube にあるから、プロモーション版や、ライブ国立競技場や、えー、20周年、うん。30周年、アメリカ、マジソンスクエアガーデン、東京ドームや味の素スタジアムや、たくさん YouTube あるから見てみたら楽しいですよ。うん。あ、そういうことなんですね。ちょっとこれ気になりますね。うん。で、じゃあ、ハニューズファンの方も皆さん、これ注目になっていくんでしょうかね。うん。 いや、ラルカンステンの株が急にこう、羽生選手のファンの、ね、注目度が高まってきてるっていう意外な展開を迎えてますよ。うん。ネイルさん、よろしくお願いします。ハイズさんと羽生くんがツイッターでやりとりする日が来るなんて、うん。文明を見ても羽生くんの礼儀正しさ、真面目さがわかりますね。江ノ島美香さんは、新潟公演が終わった翌日に、ハイズさんのライブに行っていたようで、先日、うん。 インスタにお二人の写真が上がっていました。その時に、生くんのコラボのお話をされたかもしれませんね。ナンバーの大ー講師のインター記事が、 途中から有料列が出て、出て、出ていました。見出しは、ゆずは関係余って泣き始めて、ブライアン・オーサーが語る3日間の奇跡、羽生結弦クリケットクライブの帰郷となっていました。うん。えっと、これはちょっと、3日間の奇跡って、ええー、見てみたいですね。早く読みたい。私は本を注文したんで、まだ読めていません。やっぱりキル、着る、着るンにすればよかった。うん。着る版、ね あの、3日間の奇跡、この3日間なんかあったんでしょうかね。なるほど。はい。ということらしいですよ。うん。ちょっと神戸公演始まる前から、まあ、ちょっとなんか、すごいことになってますね。いや、これから神戸公演ですからね。うん。